どうも、愛嬌です。今日はですね、ワークマンの隠れた名作商品、コンパクトなお財布を4点ご紹介したいと思います。僕はこれまではですね、長財布と小銭入れ2つをずっと持ち歩いてたんですけれども、少しの現金と免許証とクレジットカード、それとスマートフォンがあれば、まあ、ツーリングの時とかもあんまり困らなくなってきてるんですよね。まあそろそろ財布も1つでいいかなと思っていた矢先に見つけたのが、今回紹介するワークマンのお財布になります。ただね、意外とそもそもワークマンって財布売ってるの？っていうぐらいの認識の人も多いと思うんですよ。なぜならばですね、ワークマンのお店に行っても財布が陳列されてるスペースってすごい小さくて、僕の近くのワークマンのお店ではレジのですね、下の棚のところにちょっとだけ置いてあるような感じなんですよ。ただですね、最近もう SNS とかでは意外と名品揃いということで人気に火がつき始めてます。というわけで今回はですね、ちょっと気になったお財布を4点ワークマンで買ってきたので紹介したいと思います。ちなみに今回紹介するお財布なんですけれども、まあ、バイク乗ってる人はね、結構馴染み深いと思うんですけど、耐摩耗性素材のコーデュラが全て採用されてます。使い捨てレベルの財布ではなくて、しっかりした素材が採用されてるっていうところもポイントになります。それでは一つずつお財布を紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目がこちらです。こちらベーシックコインケースという商品ですね。これもう見た目はですね、すごくシンプルな小銭入れといった感じなんですけども、使い勝手の良さもね、かなり詰まってる商品になります。品番は 66865-04 で、価格はね、なんとこちら499円です。でカラーはブラック、ブラウン、カーキ、ネイビーがありますね。でサイズはですね、幅が 100mm、 高さが 80mm、 奥行きが 20mm となってますね。でこちらですね、まずこのメインファスナーをこうやってグッと開けてみるとですね、はい、中に1個仕切りがあって、小銭とお札を分けて入れたりとか、100円以上とそれ以外の硬貨を分けて入れたりすることができます。でこのお財布の外側にもですね、このコーデュラのロゴが入っているところなんですけど、こちらの部分にですね、スリットポケットがついていて、まあ、交通系 IC カードとかを入れておけば、公共交通機関の利用や支払いする時とかに便利ですね。でこちらのファスナーなんですけれども、こちらは YKK 製が採用されてます。でこの持ち手の部分も重厚感があって、とても499円のお財布には見えないですね。でファスナーの付け根部分ですね、ここの部分にはループが1つついていて、まあ、この部分にカラビナをつけたりとか、あとネックストラップなんかをね、つけておくことも可能です。で収納力に関しては事前に写真を撮っておいたんですけど、こんな感じです。カードが5枚、コインが95枚、お札が10枚入りました。まあ、今回で紹介する4つのお財布の中では、まあ、コインケースという名前がついている通りですね、一番小銭の収納力に優れてます。外側のスリットスペースなんですけども、ここねちょっと横幅が狭いんですよ。なのでたくさんカードを入れてしまうとめちゃくちゃ出しにくくなっちゃうんですよね。なので使用頻度の高い交通系 IC カードとかはこの外側のポケットに、でその他のカードに関しては内側のですね、こちら仕切られてるところのね、ちょっと狭い方にカードを入れておくと使い勝手がいいんじゃないかと思います。でおすすめのユーザー層としてはですね、こちらは現金払いがある程度多くなる人がおすすめです。現金の支払いが多いと小銭が溜まってしまいがちだと思うんですけども、こちらはですね、小銭の収納力が非常に優れてますので、現金で支払う機会が多い人にはおすすめできますね。はい、続いてがこちらです。こちらはですね、スリムウォレットという商品で、今回紹介するモデルの中ではこれが一番コンパクトになります。片側はね、これマチがないんですよ。こっち側は多少マチがあるんですけども、こっち側はね、マチが全くないんですよね。なのでコインとかお札を入れておくスペースに関してはもう最低限といった感じですね。もう色の切り返しとかもないので、シンプルでミニマリストレベルが高い仕様になってます。で、こちらの品番なんですけれども、こちらは64124、価格は780円です。でカラーはブラック、ネイビー、カーキですね。サイズは幅が 115mm、 高さが 78mm、 奥行きが 10mm となります。でこちらのですね、ファスナーを開けたメイン収納に関しては仕切りもなくて、まあ、さっき紹介したように片側にマチがないので、かなりスリムな構造ですね。ただシンプルながらちょっと気の利いたギミックがついていて、こんな感じでですね、
お財布の中からカラビナが出てきます。でこのカラビナはお財布をこうやって締めていても使える仕様になってるんですよね。例えばバッグの中のループとかに引っ掛けておくことができるんですよね。このお財布自体がすごく薄くてコンパクトなだけにですね、結構バッグの中とかに入れておくと迷子にちょっとなりがちなんですよね。ただこれをですねループとかにかけておくと探す手間が省けます。でこのファスナーのですねこの引き手の部分もマジでちっちゃいんですけど、これもねちゃんと YKK 製の金属ファスナーが採用されていて、で掴みやすいようにですね先端部分に関しては樹脂コーティングされてます。で収納力としてはこんな感じ。カードが8枚、小銭が15枚、お札が15枚入りました。このもうマチが少ないのでメイン収納に関しては小銭15枚とですねお札15枚でもういっぱいいっぱいっていう感じですね。ただ外側に関してはこれねカード収納スペースが非常に多いんですよ。例えばこっち側は縦にですね2段こうカード収納スペースがあって、でさらに横側にもカード収納スペースがあります。この部分ですね。で裏返すとこちらはですね横にやっぱり1本こうやってカード収納スペースがあって、あと縦にもこういう風にねカード収納スペースがあるんですよ。僕の場合はですねスイカとかクイックペイとかペイペイとか複数のキャッシュレス決済を使うことでできるだけ現金を使わないようにしてるんですけれども、ただそうは言っても出かける先によってはキャッシュレス決済が一切使えないっていうところはあるじゃないですか。なので基本的にはキャッシュレス決済メインで使うんだけれども、最低限の現金は持っておきたいという人におすすめなのがこちらの商品になりますね。もう現金は最低限しか入らないんですけど、その分とてもコンパクトに持ち歩くことができるので、キャッシュレス決済を駆使する人にはかなり使い勝手がいい製品だと思います。はい、続いてがこちらです。こちらですねコンパクトウォレットという商品で、これもスリムウォレット同様すごいスッキリした見た目なんですけれども、メインポケットをですね2面に設けてるんですよね。これ左右にですねこんな感じでポケットが設けられていますので、収納力がね大幅にアップしてます。で内側に関してはこれねワントーン明るい生地になってるんですよね。視認性が高いので暗い時とかも見やすくはなってるんですけど、ちょっと派手なカラーなので見た目の好みは分かれるところかもしれないですね。でこちらの品番は64125、価格は780円ですね。カラーはブラック、ネイビー、カーキで、サイズは幅 100mm、 高さ 75mm、 奥行き 20mm となっています。まず1個ずつメイン収納のところを紹介していきたいんですけど、まずこちらはですねこうカパッと開く小銭入れになってます。とにかく口が大きく開くので小銭の出し入れに関してはこれが一番しやすいかもしれないですね。でもう片方に関してもこちらボタン止めになってます。両方ともねボタン止めなんですよ。でカパッと開くとですねお札を入れるスペースに関しては2箇所、はい、こんな感じでですね2箇所用意されてます。1万円札とか5000円札とかね1000円札とか分けて入れられるっていうのが使い勝手いいですよね。さらにですねこのお札を入れるスペースに関してはそれぞれですねカードポケットもついてます。ここのとこですねカードスリットがついてます。で収納力に関してはこんな感じです。カードが12枚と小銭が15枚、それとお札が11枚収まりました。この小銭ポケットはこれ別になってるので結構入りそうだなと思ったんですけども、実際に入れられたのはもう15枚でいっぱいっていう感じでした。あんまりたくさん入れるとねこれもうボタンが閉まんなくなっちゃうんですよ。でこちらのですね逆側のお札とカードスペースに関しては11枚お札が入ってカードも12枚収納できたんですけど、このカードのところもですねあんまりカードを入れすぎてしまうと閉まらなくなっちゃうんですよ。なので12枚という感じだったんですけど、まあカードの枚数を減らせば当然ですねお札を入れる枚数も増やすことができます。最近はですねポイントカードとかは結構スマホのアプリとかに移行しているような印象があるんですけど、まあ例えば病院の診察券とかはまだねスマホとか使えないですよね。でこの財布に関しては一番カードを収納する枚数が多くなりますので、結構出かける時にね持ち歩きたいカードの枚数が多い人に関してはこちらの財布が一番便利です。はい、最後がこちらになります。こちらが 2way ウォレットですね。最大の特徴はですねこちらですね、この取り外しができるネックストラップがついているということですね。
ここまでに紹介した3つの財布と同様にですね、こちらも価格は安いんですけども、まあ、それらと比べると一回り大きくて厚みもあります。4つの中では一番大きいサイズなんですけれども、必要最低限持ち歩くのにふさわしい仕様になってますので、とりあえず財布を小さくしてみたいという人にとっては使いやすいモデルですね。品番は64122、価格は780円、カラーはブラックかネイビーですね。サイズは幅が 125mm、 高さが 100mm、 奥行きが 20mm となってます。で、このストラップ付きのですね、何がいいかというと、まあ、首から下げて、しかもアウターの内側に入れることで盗難対策をすることができるんですよ。なんで、まあ、海外旅行の時とか、あとフェスの時とかはね、結構使いやすいんじゃないかと思います。まあ、あとね、バイクで走行中に首からかけておけば落下することもないですよね。ちなみにこのストラップの部分に関してはこれ結んであるんですけども、当然取り外すこともできます。で、このお財布はですね、外側にこのカードスリットが1個ついてるんですけど、この横幅が結構広いんですよ。広いので一般的なカードよりもちょっと大きめのものも入れることができます。例えばなんですけど、こんな感じでポケットティッシュなんかもね、収めることができるんですよ。僕はこれから花粉のシーズンに入ってね、ポケットティッシュが結構必須になるので、意外とねポケットティッシュも入っちゃうっていうのは嬉しい機能だったりします。で、ここのコの字型のですね、ファスナーを開けてあげるとメイン収納になるんですけれども、こちらもですね、引き手に関してはコードついてるので非常に開けやすいんですけども、動きもね非常に滑らかです。これもね、やっぱり YKK のファスナーが使われてるんですよね。で、開けてみるとですね、中央に小銭入れのスペースがあって、で、左右にですね、カードとかお札とかを入れるフリースペースっていう感じの区分けになってます。で、中央の小銭入れに関しては、これマジックテープでくっついてて、引っ張るとベリってこう剥がれる形になってるんですけど、持ち手がついてるんで、このマジックテープも非常に開けやすいですね。で、収納力に関してはこんな感じです。カードが11枚、小銭が45枚、お札は31枚も入りました。この小銭入れがね、思ってた以上に広いんですよ。なんか大して入んなそうだなとか思ったんですけど、ここにはね、なんと45枚も入りました。これマジックテープもね、意外としっかり締まるので、飛び出す心配とかもなさそうですね。で、まあ、今回のねお財布紹介に合わせて、お札もある程度ないと収納力チェックにならんなと思って、31枚お札は用意しておいたんですけども、それも全部入りました。で、結構このね厚みがあるので、お札をね31枚入れた後にカードもねできるだけ入れたんですけど、これも11枚入って普通に締めることができましたんで、まあ、収納力はもう抜群ですね。財布はコンパクトにしたいんだけど、まあ、カードもたくさん入れたいし、現金もある程度持ち歩きたいよっていう人に関しては、こちらのお財布がおすすめです。はい、というわけで今回はですね、ワークマンの隠れた名作ともいえるコンパクトなお財布を4点紹介したんですけども、僕みたいにですね、今現在長財布と小銭入れを両方使っているという人に関しては、いきなりコンパクトなお財布1個にするっていうのはなかなか敷居が高いと思うんですよ。そういう人に関しては、例えばね、こんな感じでお財布を2つ持つっていうのもありだと思います。例えばこのスリムウォレットとコンパクトウォレット、これ2つ合わせてこう重ねてみたとしてもですね、実はこれでも僕が持ってる小銭入れよりもコンパクトなんですよ。さらにね、こんな感じで2つお財布を用意しておくことで、例えばね、こっちにはお札だけ入れておこうとか、こっちには小銭とカードだけ入れておこうっていう形で使い分けることができるので、1個のお財布で運用するよりも使い勝手は良くなる可能性もあるんですよね。まあ、僕らみたいなライダーはですね、どうしてもツーリングの時の持ち物っていうのは少なければ少ない方がいいので、まあ、こんな感じでですね、お財布をコンパクトにしてみるっていうのも一つ荷物を減らすいいアイデアかもしれないですね。今回の動画が参考になったという方は、ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。 X と Instagram もやっております。概要欄の一番下に URL ありますので、よろしければフォローをお願いいたします。今回の動画でわからない点があったという方は、コメント欄の方にコメントいただければ必ず返信いたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。